なきゃダメなんだ。新しい扉を開くのは君じゃなければダメなんだ。一度の人生、君が主役さ。殿内三郎です。シンガーソングライター、ギター弾き語りとして都内中心にライブ活動をしております。ずっと前から、そうですね、自分の日々の生活の中からこうふと思い浮かんだフレーズだったり、思いを、メロディーに乗せて、まず自分の中から、外に、吐き出すというような形で音楽を作っております。中学の時に、青い車の曲を聴いた時に、なんかもう衝撃が走って、その足で CD を買いに行きましたね。そうなんですよね。そこで、なんだろう、長渕さんのこともあって、でなんかこうギターで1本で、自分の歌詞と自分のメロでギター1本で歌うっていう、そのスタイルがすごくいいなと思ってたので、あんまりもともとそんなにこう、なんていうんですかね、群れたりする感じがあまりなかったので、バンドもいいなとは思いながらも、なんかツアーにね、バンドの人たちが行ったりとかすると、すごくみんなで楽しいそうな感じなんですけど、自分一人だと寂しいなと思いますけど。そうですね、やっぱりライブが一番楽しいというのか、自分のいいところも良くないところだったりとかも、緊張とかしながら、やっぱりあの日こうすればよかったなとかっていうこともあったり、今日は最高みたいな日もあったり、ライブが一番生きてる心地というか、ちょっと格好をつけると生きてる心地みたいな、そういう感じですかね。そうですね、いい天気に恵まれて、青空の下ね、ちっちゃいお子さんと、お父さんお母さんと、なんかもう楽しそうにこうワイワイはしゃいでる姿を見ながらね、自分も気持ちよく歌えればいいなと思っています、5月18日横須賀西海岸音楽祭、僕も一日思いっきり楽しみたいと思いますので、皆さんも音楽と青空を楽しみに来てください。君じゃなければダメなんだ。一度の人生、君が主役さ。